準優勝戦2つ目のカード第10レストメンバーが登場です。1号艇静岡の長島真希、2号艇岡山の赤井睦美、3号艇福岡の深川真奈美、4号艇山口の津田博恵、5号艇三重のしのぎ愛花、6号艇東京の中澤博奈です。6艇枠なりに並んでいます。1号艇が長島真希です。今年は V5、 そのうち2月当日で優勝を飾っています。今年も絶好調。ヴィーナスシリーズは第2戦第3戦の覇者です。今節ここまで8戦7勝、パワフルな動きを披露している1号艇長島の陰線です。2号艇赤井睦美が2コース勝率アップ中、攻めのレース、デビュー2回目の優勝をかけて、3コースは3号艇深川真奈美、地元戦キアのレースを披露しています。4コースが4号艇津田博恵、角戦です。そして5コース6コースの2人はデビュー3回目のファイナルを目指します。5号艇篠木愛花5コースから、6号艇中澤博奈6コース戦です。準優勝戦2つ目のカード第10レース、体型は3対3、進入コース内側から1番2番3番4番5番6番の並びです。2秒前、1秒前、スタートしました。1号艇長島真希、3号艇深川真奈美、スタートを決めて、その後は2号艇も出ていく。イン速攻は1号艇長島真希が逃げていく。さす2号艇外行った3号艇懐4号艇1号艇長島真希が先頭です。スタートは前提正常でした。1号艇長島が先頭、2番手は2号艇赤井睦美、追いかける3号艇深川、その後ろに4号艇津田が沈走。2マークは1号艇長島がトップ、2番手2号艇赤井の外を握って攻めてくる3号艇の深川真奈美が捉えました。2番手は接戦です。2号艇赤いアウトから捉えました。3号艇深川真奈美、2番と3番並びました。レースは2周目です。2周目の1マーク、トップターは1号艇長島、2番手2号艇赤井に対し、ここも握って攻めていく3号艇深川真奈美、2号艇3号艇2番手接戦はインコース、2号艇赤井睦美、アウト3号艇深川真奈美がぴったりと並走状態。その後ろに水が入って4号艇津田、5号艇しのぎ、6号艇長澤、2マークの旋回です。さあ優勢かかった2番手の接戦は2号艇赤井に対し、ここも握ってアタック3号艇深川真奈美、2号艇3号艇まだ2番手決着つきません。インコース2号艇赤井睦美、アウトから3号艇の深川真奈美、レースは最終周回に入っています。先頭は1号艇の長島真希です。さあそして2番手は3号艇の深川、切り返して先に回っていく2号艇の赤井睦美、外を攻めていった2番手はインコース、今度は3号艇の深川真奈美となりました。アウト2号艇赤井睦美、3番と2番中間地点ではぴったりと並走状態。最終ターン幕の旋回、先頭はきっちりと白星を上げていく1号艇の長島真希がファイナルへ向かう。さあ優勢かかった2着の際は3号艇中川が行く、ラストを握った2号艇の赤井睦美。さあゴール前、2番手は2号艇か3号艇か、まずは先頭で1番ゴールインです。2番3番の順でゴールイン、4番ゴールイン、5番ゴールイン、6番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。